宮城県南三陸町で持っていた船をすべて流されてしまった79歳の漁師の再起へ向けた動きを追いました。行方不明者を含めおよそ900人が犠牲となった南三陸町。町内最大の避難所となったベイサイドアリーナで合同慰霊祭が行われた。およそ2000人が参列し黙祷を捧げた。南三陸町を襲った津波は内陸深くまで侵入。町の建物のおよそ6割が全壊した。いまだに復興計画はまとまっていない。震災から半年経った今も、がれきの撤去が思うように進まない地区がまだまだたくさんあります。そんな中、震災で行方不明になっていた自分の船にやっと再会できた一人の漁師に出会いました。津波はそのこう手すりの上まで行って言いました。あそのあれ手すりあるでしょ、こう横に鉄筋の。はい、菅原徳次さんは60年間この南三陸町で漁師をしていた大ベテランだ。8艘の船を持っていたが津波で全て流されてしまった。船は大きっぱなせで大が下がっていったのがです。この大きな船、大きい船丸も大げさ持って入れがったんだけども、作るやさ物を絡んでしまったからもうダメだから、そして大きっぱなせで大が下がっていった。菅原さんは津波が来ることを察知したとき、船のスクリューにロープを絡ませてしまい、船を置いて自分だけ泣く泣く避難したのだ。震災後は瓦礫の撤去をしながら自分の船を探しに辺り一面を歩き回る日々が続いていた。そして半年後、そこでいだったの、いだったの、しっかりがいて。亡くなった8艘の船のうち一番大きな船が見つかったのだ。菅原さんはあと2ヶ月もすれば80歳。船を失ってからは船に乗ることを諦めていた。しかし小田さんは小さいから海が過ぎだったから、ここもね、私は我が身をやります、みんなのくれやなくても